どんな奴が相手なんだ。はい、それでは修行を始めましょう。素早く無駄のない動きで敵を倒してください。そのジレンさんは本物よりは弱い、いわばコピーのようなものですが、それでも修行の相手としては十分でしょう。偽物だっちゅうのにそのコピー機だな。お前はそんなところで終わりなのか？父さん、僕にも修行のお手伝いさせてください。次に今の自分の力を試してみたいんです。よし、あっ、もっとぞ、遠慮しねえで全力で来い。はい、よろしくお願いします。父さん、僕と全力で戦ってください。間一髪だった。これ以上はまずいぞ。Thank you.
強い。少し早く倒せませんかね。もっと集中して戦わないとダメだな。同じサイヤ人なら分かっているはずだ。俺に立てつくとどうなるかはな。今度は少し相手を強くしてみました。どんどん参りましょう。修行だろうと全力でいくぞ。おい、かかっと。俺はまだまだこんなもんじゃない。ああ、そいつを見せてくれ。野郎だ。今回の修行はこれで終わりにしましょう。利用価値がありそうだ。